地上連絡口の一つ、神谷町車両は、広島市中区にある、広島発の地下街。2001年4月に、県、市、民間企業の出資による、第三セクター、広島地下街開発株式会社により開業した。店舗面積は7120平方メートル。名称は、おしゃれのズージャゴが由来、全国から公募して選ばれた。付近に、 そこを広島店や福屋八丁堀本店などの百貨店があり、既存店舗との競合を懸念して着工、開業が遅れた経緯もあるが、この規模では通常のデパートのような店舗では中途半端になるという認識から若い女性をターゲットにしたアパレル店や雑貨やスイーツ店等も多く入居している。シャレオができたことにより神谷町交差点は、 地下の歩行者用通路が確保できたため横断歩道は廃止された。アストラムラインの本通り駅、県庁前駅、広島電鉄の本通電停、神谷町西電停、神谷町東電停などと接続している。国土交通省の事業のため、車両内の通路は道路扱いである。車両内の通路に正式な道路名称があるのはそのためである。 神谷町交差点直下のシャレオ中央広場はイベント会場としても使用されている。シャレオが完成する前には全国高等学校クイズ選手権の中国地方大会決勝戦がこの場所で行われたことがあり決勝進出チームの名前が刻まれている。中央広場には大型ビジョンと県内ラジオ局がほぼ毎日公開収録を行っていたシャレオアイスタジオ 県内交通機関の時刻、運行状況を表示するモニターやインターネット端末を備えた、友人案内所、シャレオアイセンターがあったが2009年3月末までに、すべて撤退し、ビジョンごと撤去された。現在の中央広場南には、広島ホームテレビ、ポルポル、ライブオン、MCAS の配信用スタジオ、ポルポルスタジオ、南西側地上連絡口付近には、 広島市観光案内所がある。連絡通路が接続している施設は、をつけている。連絡通路が接続している施設は、をつけている。路線バスについては、広島バスセンターの他に、広電バス、広島交通、広島バス他の建町、神谷町、原爆ドーム前、本通り、県庁などのバス停が地下街で入り口付近にある。ありがとうございます。